明日のライブが楽しみだ。クライムはマジでいけるぜ。でもなんかユミのやつ気合入ってねえんだよな。お前自分の彼女に厳しすぎるんじゃないのか。そんなことはねえ。ステージ5万？無理だな。前に働いていた者にはその半分も出していなかったよ。それが相場だと思うがね。1週間で客が倍に増える、それなら損はありませんよね。大きく出たな。ま、ともかく聞いてみてからだ。おい、楽譜を。君、勝手な曲をやってもらっちゃ困る。おい高橋君、ちょっと。はい、何か。ああ、ちょっとすまないが、あいつをつまみ出してくれ。支配人。あ、いや、なんでもない。働けるか。ええ。前はどこで弾いてたんだ。仕事で弾いたことなんかない。じゃあどうしてうち。コインで決めた。右に見えるホテルか左に見えるホテルか。仕事決まったのか。ま、決めてもまたすぐ辞めるんだろうがな。ホテルのピアノ弾き。ピアノ？今夜から弾く。そりゃいい。俺もバドやウィントンが好きでさ、アルバムが擦り切れるほど聴いたもんだ。それにレイコ、若くして死んだ天才ジャズボーカリスト知ってるか。いや。はっ、そうだろうな。就職祝いだ。悪いな。いまいちだな、客の入り。ああ。しょぼくれんな。え？今夜はめちゃくちゃ熱いステージにしてやろうぜ。そうすりゃ今日の客が新しい客を連れてくるって。クライムはすげえってな。そうだ、じきにここも立ち見になるさ。
さあみんな、いいな、行くぜ。ミサさん、そろそろ出ませんか？ミサさん？あなたの演奏、明日もまた来ようかしら。送ってくわ。連れがいただろう。どうした？先に帰ったわ。あんたが追い返したんだろ。さあねえ、もう少し話がしたいから乗って。ついてくわ。勝手にしろ。ついてこれるなら。来たわよ。名前くらい教えて。昨夜。昨夜。当分退屈しそうにないわ。俺もだ。うん。はい、ちょっと早すぎたかな。いつからだ？あ、サンタ、これは。あ、ユウスケ！いつからだよ。おはようっす。早いな、サンタ。お前ら、知ってたのか？みんなは悪くないよ。悪いのは私、それにあんたよ。何？
あんたは私よりバンドが大切なのよ。私の気持ちなんて知ろうともしなかったし。俺は抜ける。ソンタ、やれるわけないだろう。自分の女が同じバンドのメンバーとできてたなんてな。おい、クライムにかけていたんじゃないのか。ああ、でもクライムと同じくらいあいつのことも大事に思ってた。バンドはバンド、俺はそんなに簡単に割り切れねえ。お前が抜けるなら俺も抜ける。ユキ、お前のドラムのリズムはもう俺の体に染み込んでるからな。怒らないの？何が？あなたに会っていう他の男に送られてきたの。別に。冷めてる？それとも怖い？本気になるのは。俺は本気になんかならない。本気になってんのはあんただろ。何もかも見透かしてるってわけ。その青い瞳で。すいません。サンタ、お客さんだぞ。あ、すいません。2100円です。はい、ちょうど。どうも、毎度ありがとうございました。いや、今これ見てたから。早いとこ新しいバンドのメンバー集めねえとな。しかしまあ、俺たちについてこれるやつはなかなかいないだろうけどな。ライブ回って目ぼしいやつスカウトしたり、お互いの知り合いを当たってみたりして。サンタ、少し時間を置いた方がいいんじゃないのか。ダメだ。何か始めねえと、どうかなっちまいそうだ。新しいバンドを作ろう。クライムよか、もっとすげえやつを、な。君の演奏評判だよ。ホテル側も女性客が増えたと喜んでいる。どうも。よっ。ああ、久しぶり。急に呼び出して悪かった。いいのよ。で、何？お前、今も大学のやつらとバンド組んでるんだろう。うん。学生の中にこれはってやついないか？クライムは？抜けた。ふん。でもいつかそうなる気がした。あのボーカルじゃユキのギター活かしきれないもんね。そういうわけじゃない。誰かいないか。そうね、何人かはいるけど、ユキのレベルについていけそうなのはね。あ、さっきのピアノ。ピアノ？そうよ、今ピアノの弾き語りしてた人、すごいいい声してた。それに、なんか独特の雰囲気持ってる。いい感じよ。しかし、こんなところでピアノ弾いてるやつがバンドなんてやるか。それはどうか知らないけど、今度聞いてみるといいわ。
ユキとあのボーカルが組んだらきっとすごいよ。ネオンのベーシスト、トウは。他のメンバーはテクニックも個性も薄い。が、やつだけは違う。ああ、すごい。あいつの音がバンドを支えている。そうだ、欲しかったのはこういう音だ、だろ。じゃあまた近いうちにな。よろしく。よろしく。どうやらフルマークレコードは本気で俺たちをゲットする気だぜ。ああ、マジにそんな感じだ。インディーズデビューか。やったろじゃん。メイクや衣装、もっと派手な工夫しなくちゃ。見かけだけじゃ長続きはしない。もっとテクニックを磨いてからだ。ちっ、分かってるよ。まあ、そのうちみんな上手くなるさ。心配すんな。そうそう。そういや、こないだ六本木の店覗いたらさ、イタリア製のすごいジャケットがあってさ。よ、ちょっといいかな。あんたと話がしたいんだけど。俺たちは元。知っている。クライムだろ。何の用だ。いや、ここじゃちょっと、出れないか。俺たちが一緒にやれば絶対すごいバンドができるぜ。すごいパワーのある音だった。他のメンバーとバランスを取るために抑えてはいるが、テクニックもすごい。あんたの音が欲しいんだ。どうだ、やろうぜ。ボーカルは？それはまだ。ギターはあんただけ？いや、もう一人欲しいと思っているんだが。半端なバンドに参加する気はないぜ。残りのメンバーは絶対に探す。簡単じゃない。じゃあ体制が整えば考えてみてくれるか。そうだな。そんなにもったいぶるなよ。俺たちはイメージや見た目より音作りで勝負する。どっかのバンドとは訳が違うぜ。あんなのは最低だ。あんた何様のつもりだ。何？お前が悪い。今の言葉は取り消せ。俺は本当のことを言っただけだ。違うか？あんたにネオンをどうこう言われる筋合いはない。俺にとってはずっと一緒にやってきた仲間だ。でもな、お前がいくらサウンドを追求しても連中はついてこない。お前はあいつらを信じられるのか？よせ。俺は信じることのできねえ仲間となんかやっていけねえ。そんなバンドなんてクソくらいだ。だからクライムを抜けたのか？トウは考えといてくれ。なあ、間違ってるか？全てを忘れてクライムでやってく方がいいのか？体裁だけ作ろうって。間違っているかもしれない。でも信じられない仲間とバンドはできない。それだけは確かだ。バンドの名前決めた。リュシフェル、堕天使。なんか俺たちにお似合いだ。リュシフェルのベーシストはあのトーアってやつにしよう。でも来るさ、あいつ。じゃあ、あとはギターとボーカルだな。ギターは探せば俺たちと会うやつが必ず見つかると思う。だがボーカルは声、リズム感、表現力。天性のボーカリストはなかなかいない。一番の難関だ。
どこかにいる。